1秒で断ってやるわ。同案率が過去の挫折と屈辱への怒りをあらわにした真相とは、カタールワールドカップで2ゴールを決めるなど大活躍したサッカー日本代表の同案率選手、日本代表でも活躍する同案選手はドイツブンデスリーガ SC フライブルクに所属しています。今や日本を代表するサッカー選手になった同案選手ですが、挫折と屈辱を味わった過去があるというんです。今回の動画では、堂安選手がサッカーと出会った頃から初めて味わった挫折と屈辱のエピソードを紹介します。小さい頃から負けず嫌い。堂安選手の幼少期とは、3人兄弟の末っ子として生まれた堂安選手がサッカーを始めたのは3、4歳の頃でした。当時の堂安律選手にとって、お兄さんで元サッカー選手だった堂安優選手は憧れであり目標でした。しかし堂安選手は根っからの負けず嫌い。年上だろうと関係なく、負けても何度も立ち上がり、お兄さんに勝負を挑んでいったのです。当時の自身のことを堂安選手はこう振り返っています。まだまだ、もう一回が俺の口癖だった。三兄弟の末っ子であることが俺のパーソナリティを形成する大きな要素になっている。末っ子はいい意味で諦めが悪い。スポーツの世界はどれだけ壁にぶち当たってもしつこく生命力のある人間が生き残る。性格的にアスリートに向いていたのかもしれない。兄貴たちの失敗を見て、こうしたらおとんやおかんに怒られるんやな、こうすれば褒められそうやな、ということを無意識に覚えたんだと思う。どんな相手の懐にも入っていけるコミュニケーション能力や空気を読む能力は、間違いなく末っ子気質のおかげ。この性格が自分を本当に助けてくれている。末っ子だったということが現在までの堂安選手の基礎になっているんですね。幼い頃はサッカーの練習を一度も休んだことがないくらいサッカーに夢中になっていた堂安選手ですが、この後人生初の挫折と屈辱を味わいます。堂安選手がサッカー人生で味わった初めての挫折と屈辱とは、堂安選手が人生で初めての挫折と語るのは、小4でセレッソ大阪アカデミーのセレクションに落ちたことだと言います。当時堂安選手は地元の浦風 FC では自分が一番サッカーがうまいと自負していました。そこでさらなる高みを目指し、セレッソのセレクションに挑戦します。ところがセレッソのセレクションでは自分よりサッカーがうまい人たちばかり。結局セレッソのセレクションに落選した堂安選手は、地元では強豪と言われた西宮サッカースクールに入ることになります。セレッソに落選したことも悔しかった堂安選手でしたが、さらに屈辱だったのは、堂安選手が西宮サッカースクールに入るのと入れ替わりで、西宮サッカースクールから3人の選手がセレッソアカデミーに合格したことでした。この時堂安選手は、正直ものすごくムカついた、いつか絶対に見返してやろうと思ったし、中学に上がるタイミングでセレッソのジュニアユースからオファーをもらったら、1秒で断ってやるということを目標に、さらに反骨心を燃やしてサッカーにのめり込むようになったと振り返っています。セレッソのセレクションに落ちてもくじけることなく反骨精神でさらに頑張る姿は、幼少期から見せていた負けず嫌いの経験が生きていますね。人生初の挫折を味わった堂安選手でしたが、西宮サッカースクールでめきめきと実力を伸ばしていきます。小学6年生の時の関西地区ナショナルトレ戦では、堂安選手は常にチームの中心メンバーとして試合に臨んでいました。そしてさらなる活躍を続ける堂安選手が中学に進学する頃には、なんとかつてセレクションで落選したセレッソのジュニアユースからオファーが来たのです。堂安選手が人生初の挫折と振り返るセレッソのセレクション落選でしたが、その経験をバネにした堂安選手はセレッソからオファーが来るほどの選手へと成長したのですね。しかし堂安選手は、もちろん1秒で断った、セレッソのやつらには絶対に負けてたまるかという反骨心が小学生の俺を強くしてくれたし、この経験はその後のサッカー人生にも大きな影響を与えてくれたと答えるように、セレッソの誘いを断っています。セレッソのセレクションに落ちた後に、次にオファーが来たら1秒で断るという目標を本当にやり遂げてしまうのは本当にすごいですね。ここでも堂安選手の負けず嫌いが見事に発揮されています。挫折と屈辱を味わった経験があったからこそ、小学生時代の堂安選手はサッカーに真摯に取り組むことができたのかもしれませんね。実は小学6年生当時、
堂安選手はガンバ大阪、ヴィッセル神戸、セレッソ大阪、名古屋グランパス、JFA アカデミー福島からオファーをもらっていたのです。セレッソは即断った堂安選手でしたが、名古屋グランパスとガンバ大阪のどちらへ入るか最後まで迷います。結局ガンバへ入団を決めた堂安選手は、2017年に FC フローニンゲンへ移籍するまでの6年間をガンバで過ごすことになったのでした。堂安選手の負けず嫌いは続く。セレッソのセレクションで屈辱を味わい、その後不屈の精神で努力を続けた堂安選手でしたが、ガンバでも持ち前の負けず嫌いを発揮します。堂安選手がガンバユースに入った当時はガンバは関西のエリートの集まりでした。特に堂安選手の代は過去最強と言われるほど選手層が厚かったのでした。事実、当時のガンバユースはヴィッセル神戸のユースとの試合では7、8点取って勝つこともあるチームだったのです。1歳上にもジュニアユース3冠を達成し、アンダー15世代の世界一を決める国際大会マンチェスターユナイテッドプレミアカップで2位になった時のメンバーが多くいたのでした。さらにアカデミーの6歳上には宇佐美貴史選手、2歳上には出口洋介選手がいました。当時のガンバは世代トップの選手たちが集まるチームだったため、上の年代にも下の年代にも有力選手がたくさんいたのです。当時について堂安選手は、チームのナンバーワンになりたいと考えていたし、一つ上や二つ上のチームに入ってもその考えを貫いていた。周りに自分よりも上手い選手がいたことで調子に乗ることなくサッカーだけに集中できた。もし自分より上のレベルの選手が誰もいなかったら、きっとどこかで満足していたかもしれない。ガンバでは中1から中2、ジュニアユースからユース、ユースからトップとカテゴリーが上がるたびに、一番下から這い上がらないといけなかったから、満足している暇なんてなかった。と語っています。堂安選手は逆境も力に変えるタイプなんですね。だからこそ、現在の活躍があるのでしょう。まとめ、いかがだったでしょうか。堂安選手の少年時代の挫折とその後の活躍を見てきました。堂安選手は幼い頃から負けず嫌いで、挫折にも打ち勝つ精神力があったのですね。現在の活躍を見ていると、堂安選手のメンタルの強さはサッカー選手にぴったりのようです。堂安選手はまだまだ若い選手なので、今後の活躍に期待したいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。